花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。最近お鍋にハマっているきっと12月は毎週クリスマスパーティー、まゆです。今日のテーマはプロポーズの事前準備5選を解説していきます。あ、準備の方法5ステップってことです。あ、そうまとめるとそういうことです、はい、それではまず1つ目、はい、まず大事なプロポーズする日を決める。これはもう当然のことながら、はい、でもなんか日を決めるのって意外と難しい、うん、まあ確かになんかどんなタイミングでやろうかなって悩まれてる男性も多いかと思いますが、はい、花嫁調査というものがあるんですけど、はい、花嫁調査では、まあ、一番人気なのが誕生日、うん、あ、彼女の誕生日に、はい、ベスト5見ていくと意外にも第5位は何でもない日がランクインしてます。あとは記念日だったりとかイベントの日なんていうのも人気ですね。もうすぐクリスマスがあったりとか、うん、まあ、そういう時のタイミングに合わせてするっていうのもすごくおすすめです。はい、続いて2つ目、プロポーズする際のプレゼントを選ぶ。当然のことながらと思われたかもしれませんが、6割以上の方がお選びになるのが結婚指輪になります。プロポーズといったら指輪ってイメージがあります。それ以外にも日常にこう身につけられるようなものっていうのも人気です。例えば時計だったりとか、まあ、一緒に時を重ねましょうなんていう風なね。で、これちょっと参考になる面白い調査があるんですけど、女性の方にプロポーズの時に何をもらったら嬉しいですかっていう質問をした時に、まあ、1位は6割以上の方が指輪って答えたんですけれども、はい、3位にあったのが何もいらない、エンゲージリングとかにお金をかけるのであれば私生活を豪華にしたいとか、なんかハネムーン旅行2人として過ごせる時間を豪華にしたいっていう意見もあります。で、結構男性の中でも悩ましいと思うのが指輪を買う場合のサイズって難しいですよね、はい、サイズとかとデザインどうしよう、ね、もしなんか好みとずれたらって思っちゃいます。そう、高額なだけにすごく難しいのと、はい、自分で指輪をもしもらうなら選びたいっていう意見も実は多いんですね。ってなった時に、おすすめなのは花束をプレゼントしてプロポーズをし、指輪は一緒に好きなものを選ぼうっていう風に一言添えるっていうのもかなりおすすめなのと、女性も結構それ喜んでくれるっていう調査結果が出てます。確かに。あと今だとプロポーズ専用リングとかありますよね、うん、あとでサイズ変えてもらえるとかあるので、うんうん、それも一緒に見てみてもいいかもしれないです。いい、ね、3つ目、シチュエーションを考える。自分がプロポーズを言いたい伝えたいっていう思いよりも、相手がどういう状況でそれを受け止めたら嬉しいかっていう方を考えた方がいいと思います。難しいですよね。人によって全然捉え方違いますもん、うん、だから、まあ、普段の彼女がどういうことに喜んでくれるかをよく観察するのがおすすめです。4つ目、場所です。はい、はい、場所、いよいよここで場所を決めていくんですが、これはお任せですね。彼のプロポーズする場所に関しては、その2人にしかわからない記念の場所だったり思い出の場所っていうのがありますよね。それは豪華な場所とかでなくて、お家が2人の思い出の場所だったらお家でも素敵だと思いますし、確かに、うん、新しい場所でもその場所はこれからなんか思い出の場所になりますもんね。いい、いいね、はい、最後5個目、大切なプロポーズの言葉を考えるということです、うん、ここが大事ですね。ここはとても大切です、はい、なぜかって言ったら、その瞬間は本当に一度しか訪れない。これ男性の方参考になるランキングがあります言ってほしい言葉ランキング、そう、流行る第1位は結婚してくださいストレートに、ストレートがこう言われたら嬉しいの第1位でした、うん、やはりストレートに伝えるのが一番嬉しいというご意見でしたので、男性の皆さんぜひ参考にしてください、はい、ただ、はい、がっかりエピソードも結構プロポーズにはつきものでして、はい、うん、調べたらそれも出てきたので紹介します。じゃあ結婚しよっか。はい、お気づきですか。まず最初のじゃあそうです、うん、その後の結婚しようは言われたい言葉1位なのに、うん、じゃあはその1位を本当倍返しするぐらい結構女性の中ではじゃあって何っていう、ね、もったいない。そうだから、じゃあとかでもとかけどとかっていう言葉はやっぱりぐっと飲み込んでおきましょう。じゃ次の、結婚してやるよ。そんな人いるのプロポーズする時の言葉としては、うん、結婚してくださいの本気度をちゃんと表す、うん、そう、表すっていうのがあって、
で、プラスあともっとこうしてほしかったっていう意見があったんですけど、はい、結婚したい理由とか、うん、こうどこを好きになったかとか、うん、結婚の決め手とかを、うん、ちゃんと伝えてほしいっていう、うん、ご意見が結構ありました。なるほど。例えば今ってこうお付き合いが短く結婚する人たちも結構多いですよね。そういった場合も何が理由ですとか、うん、この瞬間にあなたと一緒にいたいと思ったっていうのは、うん、言った方がよりグッとはい、ハートが近づくんじゃないでしょうか。はい、嬉しさは増します。はい、はいね、はい、で基本的に結構これも聞いたことあるし、そんなの分かってるよって思う内容だったかもしれないんですけれども、大事なのはこの5つのことって思って整理して言葉を持っておくっていうのってすごい大事と思いますので、ぜひ結婚してください。はい、花ちゃんでは結婚式に関する情報をたくさん配信しておりますので、はい、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバイ。プロポーズ頑張って頑張って。